左半分が色彩による表現。右半分がペトラサンクタの手法による表現。アジュールは紋章学における青色を表すティンクチャーであり、原色と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における文様の要素である原色、金属色、毛皮模様の総称である。古典的な白黒の印刷物や、 高価の刻印をはじめとする彫刻では色を表すことができないため、ペトラサンクタの方法と呼ばれる手法では、アジュールは水平の汚染の領域として表される。さもなくば、アズ、B または BL といった省略型で示されることがある。アジュールは次のようなものを表現するとされている。アジュールという言葉はペルシア語のラズーワードまたはラハワードに由来し、 現在ラピスラズリと呼ばれている濃い青色の軌跡を算出することで知られていたラズーワードという土地の名に由来する。以後の経緯は諸説あってはっきりしないがアラビア語のあるラザワーから中世ラテン語のアズラを経てコフランス語のアズールとなったという説がある。この言葉は12世紀までにコフランス語に取り入れられ、そこからコート・オブ・アームズの文章の中で使われるようになった。 なお、コート・オブ・アームズとは、甲冑で完全武装した貴族や騎士が、お互いに個人を識別できるように戦争の際に、まとった自らの紋章を描いたサーコートのことである。現代では紋章そのものを指すことがある。英単語のアジュールという言葉は、紋章の色として、単純に青を意味するが、フランス語とドイツ語のそれぞれを起源とする、同じ概念の別の言葉が、 両方とも英語に取り入れられた数多くの例のうちの一つでもある。前者は、ノルマイ・コンクエストとして知られる1066年の、ノルマン人によるイングランド征服後にフランス語を話す支配者階級の貴族によって使われていた単語、アジュールであり、後者はアングロサクソン系の一般人により用いられていた単語、ブラウブルーである。そのため、フランス語を話す。 伝令官がバナーと呼ばれる国王、貴族などの個人機に描かれた青、アジュールだという一方で、一般民衆はそれらを単にブルーだと言った。このような経緯から、同じ青の概念を持つ二つの単語が英語に取り入れられていったが、現代では語源となったフランス語でも青、ブルーというため、アジュールは文章学以外では一部の商品名、曲の題名や色名などを除けば、 単に青を意味する言葉としてはあまり使われなくなっている。アメリカ陸軍受品化の紋章。縦の中のシェブロンはアジュールであるがかなり暗い青であることがわかる。アジュールが単に青いということを意味する古フランス語の単語から来ることから広範囲にわたる様々な色値を持つ青が紋章と旗を描くのに使われた。つまり青であると認識できるのであれば。 明るい青でも、暗い青でも、アジュールと呼んで良いということである。しかし、アジュールと呼ばれる標準的な青のティンクチャー以外に、ブルーセレステまたは、スカイブルーと呼ばれている明るい青があることも、わかっている。印刷技術や顔料を構成する技術の進んだ、現代なら、ともかく、顔料の材料を、自然から採取される品質でないものに頼らざるを得なかった中世ヨーロッパにおいて、 ある特定の色合いを持つ青色を常に同じように厳密に再現するのは不可能でもあった。このため、アジュールもブルーセレステもどのような色合いの青であるかという正確な定義はないが、アジュールは一貫して非常に濃い色合いの青として表されている。ただし、メ度には比較的自由度はあったものの、色相に関しては非常に厳格で青緑や青紫のようなバートや、 パーピュアと、区別できなくなるような色にすることだけは許されなかった。ニューベッカー、とフライド、A ガイドツヨヘレルドリー、ニューヨーク、USA、バーンズノーブル、ピアニッシモ、p 五十七 ISBN0 から7 6 0 7 9 0三四五ラピスラズリダッシュ DEFINITIONSFROMDICTIONARY.com、ディクショナリー .com、 レキシコパブリッシンググループ、LLC、2008年1月6日閲覧。a z u r e d e f i n i t i o n s f r o m d i c t i o n a r y c o m dictionary.com。レキシコパブリッシンググループ、LLC、2008年1月6日閲覧。ドラゴンズレアー、ヨーロッパ文小学。 2007年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年12月30日閲覧。川淵信一郎、ティンクチャース、2 0 0 7年12月30日閲覧。ありがとうございます。